オープン、ね、オープン前に1回来て、うん、親子3人対決したんですけど、オープン後、ね、はい、対決しました。はい、まだ来ましたか。はい、ということで、今日はパパと絶対には負けないので、マジで、マジで最近やってないので、本当にやばいわ。負けます。はい、ということで、やっていきましょう。レッツゴー。本当じゃちょっと。Yeah. 何やろうっていうの？これ何何？大丈夫。じゃあちょっと。1万円。嘘。非常はいいって。だって非常ばっか取ったって面白い。高いもん。これ絶対取れるから。高いもん。あ、受ける。玉ねぎさん。玉ねぎ。玉ねぎさん。あげびちゃす。はい、では次これ、こうあれですね、引っ掛けて引っ張ってくる、はい、書き出すやつですね。はい、はい、行ってみます。
あのちょっとね、もやしペンが欲しいですね。え、さっきライフル型ボールペンで、ライフル型じゃないです、もやしペン、うん、早いのかな、これ。あー、ちょっと薄すぎましたね。そう、うん、あ、意外にいいかもしれない。ちょっと薄すぎてない。もう一回いいですか。はい、どうぞ。あ、でもこれさ、もやしペンむずいと思うよ。めっちゃもったいないのとか簡単なんだけど。あ、何それ、何やっちゃったの。全然無理や、大失敗じゃん。ひどいよ、ひどい失敗の仕方。もうどこでも変わらないよ。ひどいひどいひどい、あ、ひどい、あ、ひどすぎる、やばいです、ひどすぎます。あ、これちょっとやってみようかな。ベター取れる、取れそうなやつ狙い。玉ねぎやってみる。玉ねぎを狙いたいと思います。簡単に取れるんだよ。後ろ。あ、嘘、これ触らないじゃん。ね、嘘でしょ。もうやだ、本当にやだ、本当にやだ。お。え、何？おって。ただ違うのやる。終わり。はい。ちょっとね。はい、では次パパ、こちらの日本刀ですね。これさ、もうなんかね、少年に戻った感じです。ちょっと皆さん気がない？これ42歳の男性がこれおもちゃの剣を。あー、こっちに入んない。あー、ちょっとダメだね。もう一回できんじゃない？これ何？でも刺さっちゃうんじゃない向こうに。でもまあもう一回行ってみます。刺すかな、もしかして。やれたらいけると思うんだけど。でしょ、まずここで。うん、あ、そういうことね。じゃあそっからだよね。刺っちゃうかもしれない。刺さないか。どう？いけると思うんだけど。持った、持った。あ、残酷ですね。めっちゃ残酷やん。ちょっともう一回、最後。残酷、残酷だね。どうどうする、また引っかかったら。持つんだけど、こっから、おー、行けた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 、よし、よかったね。やった。久々に。おー、よかった。気持ちいいね。まともなのゲット。よっしゃよっしゃ。え、出してみて、これ。出しますか。あ、はい、どうぞ。てるてーん、てー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 。はい、いえ、いえ。はい、というわけで次はアイスを狙っていきます。アイスが欲しいのですか。ね、どれ狙えばいいと思う。あと400円。諦め、はい、諦め、欲しい。はい、では次、やばいです、パパ残り200円。こちら行ってみたいと思います。いや、お財布の方がいいと思うんだけど。お財布だってこれさ、見て、アームがさ1個なんだもん。あー、余った。それでこの角度、この位置は取れない。取れない ね。なのでこれ行ってみたいと思います。どうぞ。そんなも厳しいかな。金運アップだって、よかったね。これアームをこう好きに動かせるタイプですね。あと回せられるよね、はい、これはもうバランスよくど真ん中行くしかないですよ。もう持つしかないですよ。これで行ってみたいと思います。はい、どうぞ。あ、これでも結構奥なんだ。
あと100円ですよ、この方は。いいんですか、めっちゃ激動狙いにして、もしかしたら22の引き分けになるか。サドンデス、ちょっとサドンデスだね。あ、でもパパもこれはやらないです、とりあえずね。はい、じゃあ次行きます。見て、カレーだって。この場で食べれますね。ちょっと待って、これ行きます。これ、うん、行きますよ。スプーン、そうだよ。あ、やばい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 、もっと冷やすと思った。ずびしい。 One more time, please, okay? いきますよ。あ、得意じゃないの。あー、もう負けた。大丈夫。え、嘘でしょ。はい、あ、じゃあ、ハード200円。やめやめね、あと200円だから。はい、そしたら、あ、嘘でしょ、これ取れそう。甘酒カレー、鹿児島県産ですから。そうだったね。はい、ちょっと、なんせパパあと100円なんで、ね、考えた方がいい。はい、ってことで考えます。はい、パパ、ラスト、ラスト。はい、ラスト1はこちら。なんか SNS で大人気、ぬいぐるみボールチェーン。うーん、はい、あれですね、最後の。はい、あー、どうだろう。まあ、とりあえず1個は取れてるから、ブレスケアがそうだね。ドラマが、お、お、お、悪くないんじゃない。おー、来た。ほら、むせちゃった。これレジェンド、やった。 SNS で大人気、おめでとう。2対 2, 2, 対2。うわお。あ、これであとヒマヒマが取れなければサドンデスに。やったね。これが欲しい。はい、ということで、これがずっと欲しかったんで、これを狙っていきたいと思います。なんか飲み物、ドリンクホルダー的な感じ。バットみたいな感じ。何これ、まさかの。違う、嘘でしょ。どこでもいいと思ったの。おお、激怒で大だったこれ。イエーイ、ハリーとマイクが。いやいや、ということで、いや、まだあと100円ある。あとラス1、はい、ラス1と、アイスを取ってる方がいたので、アイスを取りたいと思います。さっきのやつ誰か取ったのかもね。今取った。中途半端なところ。あとで撮ります。はい、というわけで結果はどどーん。じゃあパパが2個、じゃあワンストップ。2発で一発でしょ。じゃあこれ2発、これね、一発、これ一発、これ3発。まあ永遠対決で、ね、あの2個ぐらい取れれば全然いいかなっていうところ。これすごくない、ほら、バットでしょ。これスムージー入れたらめっちゃ美味しそう、ね、あのレインボーなんか入れてるから、トマト入れようか。あれ、こんな感じで取れました。イエーイ、はい、ということで今日の勝負は一番の勝ちです。イエーイ、えいっちゃん。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はヒマとパパで千円対決をしました。でも結構千円でこんなに取るのでいいと思う。結構取りやすい台選ぶっていうのがポイントですね。はい、そうですね。もし高評価よかったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価。